日本の皆さんこんにちは、アサバービー日本語チャンネルです。今日は、DIY 動画、私のバービーキッチンリニューアルプロジェクトの、続き吹き替えご案内ご紹介ですねしていきたいと思います。ですね、つい最近、スパイスラックをですねちょっと購入しまして、それを自分なりにちょっとバービーバージョンにもちろんカスタマイズしてみたんですけれども、それがめちゃくちゃ可愛くできたんで、今日はその様子をですねご紹介したいと思います。この辺なんですけど、このエリア、まあ今でもちょっと可愛くは見えるんですが、で、そしてね、このバービー缶の中、実際に使ってるものを入れてるんですけど、まああとスプリンクル置いたり、ただこのチョコレートとかただの飾りだったり、あのヴィンテージのね、ジェロの箱なんかもただの飾りなんで、で、私最近、あのキッチン綺麗にしだしてから、お料理めちゃくちゃ以前に増してやってるんで、ちょっとこうスパイス増えてきたんでね、こう可愛く飾れないかなと思って、うん、なんかおしゃれなスパイスラックってちょっと夢ですよね。で、このカンカンは可愛いんでしまいたくはないので、あの別にね場所をちょっと見つけたので、で、そうですね、思い立ちました。やっぱり今置いてあるもの、可愛いもののね、行き先が決まるまではなかなか私は DIY 踏み切れないんですよね。で、これ今回買ったのはこのスパイスラックセットです。 Amazon です。もちろん何でも Amazon で買ってます。私これね、いくらぐらいだったかな、全然、うん、30ドルもしなかったんじゃないかな、忘れちゃったじゃあ早速開けていきたいと思います。でね、このお気に入りのピンクのコンロの上でもうね、綺麗になって本当に幸せ、うん、ここでばっかり生活してます今。でこれね、買ってから思ったの、てか開けてから思ったの、ちょっとこれ思ったよりでかいなと。で、あの幅に入らないんじゃないかなってね、ちょっと今更気づいたのね。で、これ出してもね、可愛い、綺麗なんだけど、綺麗だし、こう、いい感じなんだけど、全然チャッチく見えないしね。いや、これ、あそこはまるのかっていう、ここにね。ちょっと、微妙じゃない？私、測ったつもりだったんだけどね。うん。もちろん、いつも、あの、物買うときは、必ず測ってしか、あの、買わないんですけど、ただ、アメリカのね、あの、商品説明とかって、平気で間違えてることもあるから、ちょっと当てにならない。ドキドキですけど、これ本当ギリギリっていうか、もうぴったりこれより1センチ大きかったら入ってませんでしたね、うん、いやもう完璧完璧でしょ、これここに入れるためのものでしょっていうね、うん、テンション上がりますね。こっからあ、このはめたまんまね、全部出していきます。これちなみにプラスチックとかアクリルじゃなくて、ちゃんとグラス、ガラスなんですね。でも早速落としてんのね、やちこ本当にもう背筋凍るかと思ったわ。いきなり壊したりとか本当するんですよ、おっちょこちょいっていうかね。これが、今18便だね。でここにまあラベルを貼るようになってるんだけど、もちろんシルバーのまんまでは置いておきたくないんで、ここにバービーの、シール作って貼ることにします。今サイズ測って、でこれね、いつも英語モードで使ってるとサイズがインチ表示だったんですけど、まあよく考えたらこんなね、現代のアプリでセンチに切り替えれないわけないよなと思って、で私やっぱりね、センチでメートルでね育ってるんで、メートルの方がピンとくるんですよね、うん、なので、センチ表示に切り替えてより正確な数値で作れるようになりました。私ほんと毎日のようにシール作ってますね。でバービーのねロゴとかばっかり普段作ってるけど、もちろんこういう単純な形状のものも作れます。
でまずちょっとね迷ったんですよね、この蓋を全部スプレーとかで真っピンクにペイントするか迷ったんだけど、やっぱりまあ食べ物触れそうだしとか、あとよく触るからペイントが剥がれることとか考えたらシールの方がいいなと思って、まずはピンクのシール作って貼っていきます。で紙じゃないからね、紙のシールじゃないんでビニールシールなんでお水にも強いし、剥がれたりねしないので、まあお台所にはぴったりだと思います。このままでもね正直可愛い、うん、でももちろんちょっとバービーチックにしたいので考えました。で今からまた別のデータを作ります。この大きさに合うですね、いろんなバービーっぽいモチーフを作ることにしました。まあバービーのシルエットはね当然欲しいんですけど、全部同じねバービーのシルエットにしちゃうと中に何が入ってるか分かんなくなっちゃうから、だからちょっとこうバービー風の、うん、バービーインスパイアっぽいアイテムですね、カップケーキとかハイヒールとかこういう画像ですね、いろいろフリー画像のところからこう持ってきてデータ作って、まああとこのね B のイニシャルとかも、うん、いろいろこのサイズにしてみて、まあ細かすぎると綺麗にカッティングできなそうだし、ちょっといろいろ考えつつ選んでこんなぐらいピックアップしました。でね、これをカットし始めて気づいたの、いや私これピンクじゃなくて白で作るんだよと思って、もうピンクの丸の上に白いシールを貼るつもりだったんですね。だからこれ やり直しじゃんと思ってね、うん、ちょっとだけもうしょうがないから切って出して、で白い、こっちね白いシールのシートで作り直し、でいつもの通りこれシールにしていきます。もうこの段階でね可愛く作れてるの分かりますよね。本当にね結構あのお手参りなんですよ。皆さんあの見てからこれ結構時間かかって大変なのねっておっしゃること多いんですけど、そうなんですよ。まあ簡単で慣れるとね簡単にはもちろん作れるんですけど、工程がね、うん、意外と大変、うん、とか言いながらもう私は結構適当に作ってる方ですけどね、うん、でこれ一個一個、貼りやすいように切りまして、くっつけていきます。見るの楽しみ。あーこれは気持ちいいねかわいい、大成功でしょこれ。どうですかこんなの、よくないですか。でひたすら貼っていきます。くっきりね絵柄が出て可愛いね、うん、まあ普通にねシールラベルプリントアウトとかもありえるけれども、でもこっちの方がねプリンターのそのムラとかも気にしないでくっきりしたパキッとした絵柄出るんでね、うん、でまあこんな感じ、いや完璧でしょ。でこれ左右のワイヤー部分をねちょっとペイントするかどうか迷ったんですけど、なんかこのままでもね全然可愛いから多分塗らないですね今後もね、うん、やっぱりこのレンジ周りで油とかも跳ねますしね。で今持ってるスパイスを一つずつ詰め替えていくという、まあちょっと面倒な作業なんですけど楽しみながらやろうと思います。で、あのラベルもともとこの買ったセットについてたんですけど上には貼れないんで、貼りっていうかね、せっかく可愛くしたところ
隠したくないんで横丁に貼るつもりなんでね、あのある程度自分がこうなんとなくこう連想ゲームみたいに関連付けて覚えられるような、うん、アイテムの絵柄に入れていかなきゃいけないっていうね、うん、今早速カップケーキの庭これスプリンクル詰めてます。この辺はね分かりやすいよね、うん、問題はこっからだよ。この白ごまをみたいなアイテムあるかっていう話なんですよ。ですあと白ごまホワイトセサミなんていうラベルついてなかったしね、うん、でこういうバジルとかバジルはもう B のこのイニシャルからこのねバービーの B のイニシャルに入れることに決めましたね、うん、この辺は簡単よね。で横にまあ横に貼れるんで最悪ね分かるけど、でいろいろ考えていやこれはこれかなとかね、味塩コショウ一番よく使いそうだからこのバービーのねシルエットに入れたのかなとか、なんか例えばあのパプリカのパウダーはまあ赤を連想させるリップスティックのボトルに入れるとかそんな感じでね自分なりにこう連想ゲームしながらいろいろ詰めていきましたね、うん、あとはシナモンパウダーはまあ紅茶に入れることもあるからあのティーカップに入れるとかね、うん、こんな感じ。かわいい、最高に可愛くなったと思う、本当大満足で、このね詰めた時はまだね2つぐらいからだったんだけどこれね、うん、今ねもうこの吹き替えしてる今日はあの全部埋まってますね、うん、新しく最近また違うスパイス買って全部今ぎゅうぎゅうです。むしろ18種類では足りなくなってしまいましたいやーかわいいよねこれ、よくないですか。うちのバービーキッチンに最高だと思います。あのやっぱりうちのバービーキッチンはただかわいいだけじゃなくてねちゃんとここでお料理してるっていうのがミソなんで、なのでただねおもちゃみたいな見た目というか生活感なさすぎる見た目もちょっと違うんですよね。このガチで使ってるのに可愛いっていうところがポイントなのかと思ってます。こんな感じ、うん、最高。最後までご覧いただきありがとうございました。ピンクタスティックでバービーな一日を今日もお過ごしください。朝バービー日本語チャンネルでした。